はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日もね、血液と健康に関するね、お話をね、白血病になったその後の僕の体のことをね、ちょこっとこう交えながらね、お話ししていきます。きっとね、皆さんにもお役に立てれる話になってますのでね、ぜひ最後までご覧ください。皆さん、プロテインってどんなことありますか？プロテインね、僕はないんですけどもね、というか免疫抑制剤を飲んでるからね、プロテインとかサプリメントっていうのをね、飲むことができないんですよ。その理由としましてはですね、僕のようにね、白血病で抗がん剤をして骨髄移植をして免疫抑制剤を飲んでいるというね、そのようなこのキーワードが関連している患者さんでね、入院中とか治療中にですね、その食事ができないほどこの衰弱してしまったりね、治療の副作用でね、口の中のその粘膜障害がひどく出てしまってね、その食事をすることができなくなってしまった患者さんでですよ、そのプロテインやね、そのサプリメントを飲んでしまったためにですね、全身のこの表面にね、湿疹が出てしまったというね、もうすごい副作用とかね、アレルギー反応があった患者さんがいたためにですね、こうひょっとしたらね、ヤスさんもね、出るかもしらんからね、ちょっとやめといてとね、いうことを病院側から言われたのでね、飲んでません。その人っていうのはね、表面に出たからまだ良かったものですね、体の内側にね、出てきてしまったらですね、命に関わってしまいます。例えばね、呼吸器に出たらですよ、呼吸困難にもなりますしね、消化器に出たらね、もうひどい下痢嘔吐にも考えられますしね、これ循環器に出たらですね、心筋梗塞とかも怖いでしょってね、こうビビらされたんでね、ほんまに飲んでません。と僕もね、その免疫抑制剤をね、終了というか、無事にね、コンプリートすることができたらですよ、プロテインやね、サプリメントがね、飲めるようになるんでしょうけども、でも怖いからね、飲むつもりはありませんけどもね。でもね、このようにね、僕らのように病院側から止められてない人らにしたらですね、そのプロテインを活用することでね、素晴らしい効果を、ね、得ることができるかもしれないよというお話をね、今日はしていきます。前振りがちょっとね、長すぎましたけどもね、もうすごく大切なことだったので、ちょっと初めにお伝えさせていただきました。そんなプロテインなんですけどね、実はね、プロテインでインスリン抵抗性とかね、高血圧高血糖をね、改善できるということがね、研究でね、証明されました。今このね、新型ウイルスでね、その生活様式がね、すごく変わってしまってね、1年以上経ってますけどもね、新型ウイルスによる体重の増加をね、みんななんとかしようとですね、こういう自宅でね、こうスクワットとか腕立て伏せとかのね、不慣れなね、トレーニングをね、始める人が増えてきていると聞きます。でそれに伴ってかしてですね、なんとね、プロテインの市場もね、この1年でね、ぐんと拡大していると聞きます。今ではね、アスリートとかボディービルダーのようなね、筋肉を鍛えたいこういう一部の人だけではなくてですね、こういう自宅でね、トレーニングのようなね、軽い運動をしている人とかね、運動はしてないけどもですね、健康や美容にね、活用をしたいと考えている人などのね、その幅広い層に対してね、プロテインっていうのがね、受け入れられているそうなんですよ。確かにね、今はね、どこのドラッグストアに行ってもですね、プロテインの関連商品がね、こうずらっとね、並んでますしね。ほんで大型スーパーに行ってもですね、スポーツコーナーに行ったらずらっと並んでますよね。でコンビニですらですよ、すでにドリンクの状態になっているものがね、こう売ってましてね、ビジネスマンがまるでプシュって開ける缶コーヒーのような感じでね、普通にそのコンビニの外でね、こうごくごく飲んでるのをね、見かけたことがあります。そんなね、身近な存在になったね、プロテインというのはですね、タンパク質のことでね、牛乳とかヨーグルトなどのね、乳製品に含まれるホエイプロテインというやつとかね、その牛乳から脂肪とホエイを取り除いたガゼインプロテインとかね、あと大豆が原料のね、ソイプロテインなどのね、様々なプロテインがありまして、このうちの一つのホエイプロテインっていうのに関してですね、2型糖尿病の発症を、ね、抑制するというね、新たなね、研究結果がね、去年の9月にですね、サイエンティフィックレポートにね、掲載されました。サイエンティフィックレポートというのはですね、医学的根拠の正当性のみを評価することを目的とするね、オープンアクセスのオンライン学術誌でございます。このことを発表したのはですね、東北大学のね、未来科学技術共同研究センターというところなんですけどね、そこがね、その肝臓と小腸でね、発現しているホルモンの要因子であるね、FGF21 っていうのはですね、肥満や2型糖尿病の人ではね、血中濃度が増加することが知られてましたけどもね、そこのセンターの教授らはですね、高脂肪食をマウスに
に与えるとですね、肥満や、糖尿病になる前にね、その早期化ですよ、ホルモン FGF21 のね血中濃度がこうぐっと増加することをね証明しました。さらにね、別のね研究ではですね、食欲増進ホルモン分泌を、ね、抑制したことも明らかになりました。小食になったんですよね、小食にね。で、主にね腸から分泌されるホルモンセロトニンをですね、あの遺伝子工学的にねこう抑制させられたねマウスではですね、肝臓からの FGF21 の分泌が抑制されて血中濃度がぐっと低下することも確認できました。さらにですね、高脂肪食とともにですね、ホエイプロテインをねマウスに投与するとですね、セロトニンと FGF21 の分泌が抑制されて、インスリン抵抗性と高血糖が改善されるとの結果でした。つまりですね、あのホエイプロテインはですね、高脂肪食による2型糖尿病のね発症を予防することが期待できるということなんですよ。この研究の前にはですね、アメリカのカリフォルニア大学がですね、2型糖尿病の患者さんがね、乳製品からホエイプロテインを摂取すると食後の血糖値の上昇を抑えれるというね研究結果をね発表しております。食事療法またはですね、その糖尿病薬のねメトホルミンっていう薬があるんですけどね、それの治療を受けているね2型糖尿病の患者さん22人を対象にですね、ホエイプロテイン 21g を、朝のご飯の前と、夜ご飯の後に摂取する群と全くしない群で比較したところですね、摂取することでインスリンの分泌を刺激するホルモンの GLP-1 のね分泌がこうガーッと刺激されてですね、食後の血糖値の上昇がこう抑制しやすくなって、食欲増進ホルモンの分泌もね抑制されたんですよ。ただしね、この研究ではですね、ホエイプロテインが含まれるサプリメントではですね、同様の結果は確認できませんでした。まあ、飲む量とかね、運動量にもよりますけどもね、こう現段階ではですね、インスリン抵抗性と高血糖は改善できますけども、ホエイプロテインが糖尿病を予防を改善できるとは言い切れません。まあ、今後の研究結果にね、期待していきたいところなんですけどもね、まあ、しかしね、いずれにせよね、プロテインというのはですね、摂取するというのはね、悪いことではないと思っております。だってね、このタンパク質摂取でですね、筋肉量が増えればね、インスリン抵抗性が改善されて、糖尿病予防にね、合併症予防にですね、役立つからなんです。でもね、まあ、最初にも言いました通りですね、病気の人は、まあ、僕がねその病院側から聞いた怖い副作用がね出るかもしれませんのでね、必ずですね、自分で判断せずにね、病院の先生に相談してからにしてください。そんな感じでね、プロテインでですね、インスリン抵抗性と高血糖を改善できるということが研究で証明されましたというお話でございました。なのでね、まあ、高脂肪食をね好んで取ってらっしゃる方はね、あのぜひ一緒にねプロテインもねちょっと視野に入れてみてください。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。